婚したりみたいな。で、実はその離婚はその前に、もう提訴取り下げたいと言ってたんです。で、じゃあ取り下げるだけでその売買するなんてそんなのひどいじゃないかと。これだけ振り回したんだから、せめて行かないでもいいから謝ってよと。そういうのを和解条項に入れてほしい。でそれで裁判官もなるほどそうですねと。というので、遺憾の意を表するというのはどうですかという案は作られたんです。それは最後の折り込み、結局はしてしまったんです。じゃあ、うかやが受けた苦痛を理解するではどうですかと。それを、うかやが受けた、苦痛を、認めるではどうですかとかですね。そういうその、レトリック競争みたいなのが、ね、言っては戻り、言っては戻り、ね、折り込みにすれば、はい、ちょっと社長に聞いてみますみたいなやり取りが永遠とはあってですね、まあ、要するに彼らは謝らないということがこう、やっぱりこれだけ時間がかかったと思うんですけど、いまだに謝ってないですからね。裁判所から双方に対して裁判所の和解案、こういう職権としてこういう和解案を進めます、勧告しますという形で、それを双方が受けたから和解ができます。裁判所の取り込みは請求方法っていうのを取り込んだ案で、それで職権和解案を持ってたものですから、取り込んでしても関連してこれ逮捕されてしまった。今の結果は、小林さんもお話しあると、本当に細かいやり取りで、まあ、全部ノートにメモしますから、本当にこういうふうにする価値があるというかね、非常に技術的なところもあったし、あるいは革新的なところもあったし、そうですね。振り返ってみると、20回やってるんだね。やってるよ、面白いと思うね。最後は本当に1週間に1回ずつ取り入れたんですから、その協議を受けて、日曜日の昼間に弁護団会議とかですね、一番遅い時は土曜日の夜9時の弁護団会議とか、そういうやり取りを進めてたんですよ。まあ本当にあれです、水面上では何も見えなかったかもしれませんけど、水面下のバトルとか実は一瞬より激しかった、そういう感じがします。はい、ルポライターの西村ですけど、はい、向谷さんにとってこの33ヶ月っていうの何が一番しんどかったですかね。であと仕事的には、例えばすでに本にできるような企画とかもあったと思うんですけど、具体的にどれぐらいの企画を、まあ、仕事に33ヶ月はなかなかできそびれちゃったのかなって思うんですが、それちょっとね、この社長の周りに一番いいやつつけるから。何が一番苦しかったかというと、全部苦しかったです。やっぱり自分の商業的生命を否定されるかもしれないっていう、毎日を33ヶ月間送るっていう、ね、しかも1回東京地裁は僕の商業的生命を否定してますからね。で、その後まだ2008年4月22日から今まで1年5月僕はあれですよ、名誉毀損の責任のある人間として生きてきた。そこで一種民事冤罪があって、この民事冤罪ってことはあるんだなと思ったんですよ。今回やっと民事冤罪が跳ねたっていう、足掛け事件で、17年間も拘束されてるんですよ。ですから、しんどかったというのは、毎日がしんどかった。毎日体調が悪かったし、もう普通はするし、吐き気はするし、明日裁判所の人が来週行かなければと思うと、それだけでもう何もかも楽しくない、何をしても楽しくない。
2006年の年末に提出されましたから、2007年、2008年、2009年の8ヶ月、これだけ合わせると、この間計算して途中で怖くなってやめたんですけど、大体9万円ぐらいが年収が減ってるんですよ。それを考えると、どうやって自分は生き抜いてきたのかなと思うんですよね。月並みなセリフなんですけれども、本当に考えてみると、お会いしてもらわなければ、本当に精神的に持ちこたえられなかったというのは、本当に当事者として事実なんです。私のカンパ口座に、いきなり10万円振り込んできてくれた無名の人とかですね。私の T シャツ何枚売れたのか、カンパ集めの T シャツを作ったんですが、オリコン吹っ飛ばせ T シャツなんですけど、すみません、200枚完売したんですけど、もう一回数えてみたら300枚です。で、メールはワンワン来ますし、YouTube にはワンワン定期購読者が来ますし、そういう形で今、自分をどれだけの人たちが応援してくれてるのかっていうのは目に見えるわけですね。でもちろん例えば出版ローレも応援してくれましたし、出版ネットっていうのも応援してくれましたし、もっとすごかったのは、僕やっぱり一番びっくりしたのは、海外にね、ものすごい反響が起きたんですよね。国境なき記者団って、NGO ですね、パリ日本っていう、国境なき記者団がオリコンに提訴の取り下げを求めるコミュニケーションをしたんですよね。これは僕はびっくりしました。で、外国人記者クラブで、会見したときには、イギリスのインディペンデンスチームと、フランスのリベラシオンというチームと、あとニューズウィークがですね、オリコン事件っていうのをちゃんと報じてるんですよね。で、日本のメディアより外国メディアの方が、日本のメディアってもちろん、いわゆるメジャーメディアなんですけれども、はるかにこの事件の本質をはるかに早く認識して、言論自由の危機だっていうことを報じてますので、で、そこで今度は海外から僕のところにメールが来たりするんですよね。で、例えば YouTube のビデオブログに英語版を作ってくれとかですね、英語の字幕をつけてくれとかいうリクエストが来るんですよね。ですから、インターネットなかったら